編集のたけしです。てるです。かんじです。本日我々、我が我がではないグレイアーティめっちゃかっこいいグレイハンドルデビューしていきたいと思います。これもなんかちょっと話題になってましたね。去年出たもんですね。これも染太郎さん持ってるハンドルのなんですか、美術館がね、作るっす。あとこの匂い何？わかんないです。昨日買い出たんですね。グレイビーソース What is your favorite food? My favorite food is probably biscuits and gravy, which is a completely American thing. I figured. Go with the old. グレイだけに。グレイだけに。ということで、まず第一つ目の箱をババーン、オーブンビーン。もう一個、もう一個これはない。グレイアーチュリー。新品の香り、アメリカの匂いですよ。アメリカなんですか？アメリカに行ってた。アメリカと言ったオープン、じゃん。ベストだな。なんか、うん、独特な香り。かっこいいじゃん。ありがとう。すごいマットな質感、好きそうじゃない？いや、まあすごいね、ブッシング色ついてるし、かっこいいね。なんかコールオブデューティーにも出てそうですね。スパローが使ってそうスパローで、これは後付けでテックが付けられたりとか課金アイテムがたくさんあります。ほんとだ、テックが後付けっていうのが斬新ですね。それで合成取れるの。ザック・ギャレット選手一時使ってた。あ、そうなんですか。なんて言ったかそこまで聞いてない。聞いてない。一時期使ってた。っていう情報だけ。どういう打感なんですかね。なんか形状はこれボーミュラっぽい。確かに。ボーミュラっていうかその最近のエピックとかグリップがさ、すごくいいんだよ。あれ？これ俺。ということで、新品です。組み立てて打ってみたいと思います。サラロペス。はい、ということで準備ができました。グレイハンドイエーイ。宇宙人ということで、かっこいい。うん、かっこいい。今シーズンはこれで戦おうかな。おやおや。ということで、実写。でん。でで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 でさあ。新しい俺の相棒。うん。なんかよ、いい感じ。なんかよ、いい感じ。どう？結構だから前から見てると飛び出しいい感じだしね。飛び出しがとりあえずなぜかすごく良かった。そして振動の吸収はやけにいい。が、少し変な感覚がする。ハンドル立ってんのかな。普通よりハンドルちょっと立ってるかもしれない。かなり、ね、かなり立ってるかもしれない。なんかハンドルのハンドルの抵抗力がすごい大きくて、なんかリムに対する力の伝わり方がでかい気がする。あれでもこれ結構揺れんな。いや今1射目多分ミスだったな。2射目打ったらもういいね。グランピーって言うの。でもなんか今 IFL GMX がちょっとシェイプになってちょっと反応が鋭くなったみたいな。 IFL ごめん、それは
系って感じがかっこいい音も GMX 好きだった人にはめっちゃいいんじゃない？点満点中80点ぐらいっていうの結構高得点、うん、めっちゃいい。振動に残ってるような音もあんましない、うん、まあ、あとはでもアクセサリー関係で振動は取れると思う。ちょっと微弱な振動はね、まだまだあるから。ちょっとこれさ怖い、その方がいい。日本語が結構出てる。おいりだよ、汗でベタベタしてる。穴がすごいいっぱいあるから、なんかいろんな今日売ってるイタンのハンドルシリーズはなんか全体的に穴が多い。穴アロマ、穴アロマ、こうやってここにつくんですか？そうそう、そこの穴と穴の間を結んでくれる。でちなみになんかその色がいろいろあるんですけど、ハンドルの色自体は一色です。それしかありません。ここ金ってなるとそこの、そこが変わる。このリムボルトとかブッシングクリッカーの乗せるところ、裏のブッシング、あと下か、そうが変わる。じゃあもう素地はグレーなんですね。そうで、グレー、グレー。え、でもかっこいい、かっこいいです。倉庫みたい。それでは、はい、グリップ確かにいいっすね。あ、これいい、これいいし。え、これ安いんでしたっけ？そんなに高くない。もともとは高かったけど、あんまり売れなかったみたいで、結構安く値段。そうですね、作ってて一回ちょっとポンってなったのが、ここのサイト止めるボルトがだいたいインチだと思うんですよ、うん、アクセルとか標準でついてるやつとか、うん、なぜかミリ。なんでミリなんだろう、そこだけ。ね、一応付属になんかこの同じ形のボルトは止まってたんで、うん、入ってたんでそれで止めたんですけど、なぜかそこだけ。へえ。ミリネジの力が、陰謀がなんか入ってるかもしれない。なるほどね。プランジャーはヤマハのプランジャーじゃなかった？あ、じゃなくて大丈夫でした。ありますか？あれか、すごくレアなものです、大切にされてくださいってコメント来てたね。なんかあれみたいになった、お宝探偵だなってコメントみたいな。1980年のハンドル面白い形してる、うん、なんかこれひっくり返したらこっちでも売ってそう。確かに。わかります。あー、シンメトリーって。あー、確かにすごいシンメトリーなデザインになってるね。下はこっち側にいる。確かに。でもかっこいいよね。かっこいいです。あ、だからすごく飛び出しがこう、なんていうか、バランスよく前バランスよくいったんだね。あ、でも左右に同じぐらい配置されてる。いや、でもすげえ打ちやすい、これ。そう、すごいね。そんなに重くないかな、うん、GM より軽いっすよね。 GM より軽い。これでも売れても良さそうだよね。全然クオリティは トップ選手が使って多分ね、ってなったら多分一気にバーっていったんだろうけど、リセールが。ということで二人とも買ってください。俺はもうあるから。私、あー、でも仕方ないね。 MSZ 買ったもんね。MKZ、 いや、 MKZ 買ったもんね。あ、それ買いました、買いました。 MKZ 今どこにあるの？日本にあります。日本に、日本にあります。今普通されてます。なんかメルカリに、メルカリになんかテルさんの MSZ が出回ってたっていう噂聞いたんですけど、載せてみますか。メルカリであのユニチューブいつも見てますってあのなんか連絡が来たって聞いたけど。まだとぼけるのか。
振りました、すいません。でも本当にいいハンドル、質感、ね、形、うん、かっこよさ飛び出し、振動もない。振動あったよ、まあ、多少ありますけど全然気にならないぐらいで。でも GMX より好きだな俺は。あいつ GMX 好きすぎだろ。これは譲れないかな。これってここってウエイトかなんかつくのかな。そうだね、多分こう上にかませるみたいな感じで。もういろんなとこにいろいろつけれる。これマジでサイトかなと思った。違う、ここにもあるじゃない、ちっちゃいミニ。ああウエイトがつくのか。そうだ、ほらこういうディスクみたいなやつがこう。めっちゃ拡張性ある。多分2020年で新作が出るんじゃないかな。2017か2019年のモデルって書いてあるから、今年新作が出るはずなんだけど。コロナの影響。コロナか。パーソナルビデオが増えて。PW。チューニング自体は、従来とほぼ変わらない多分。はい。ここ左右と上下。うん。ですね。でもね、かっこいいよ。ロゴもいいし、ね。そうですね、ロゴ。ロゴはサンドブラストかなんかでやられてるような感じ。あ、見れてる見れてる。はい、ということで。グレイ、ハンドグレイの AIX、うん、いいハンドルです。ダイナスティでなぜか売ってますので。それでは皆さんまた次回。バイバイ。バイバイ。アンモニアです。